スペシャリストとは、ある特定分野の専門、特殊技能を持つ専門家。岡山の隠れた名人を発掘する晴れ町スペシャリスト。今回紹介するのは車中泊スペシャリスト。時間に拘束されないところですかね。好きな時に好きな場所に行って、天気にも時間にも影響せずに、好きな場所に行ってゆっくり過ごせるというのが一番の魅力だと思います。岡山県を拠点に自動車で寝泊まりする車中泊を行っているランタイムさん。自営業の傍ら、車中泊 YouTuber としても活動している。2017年にチャンネルを開設。登録者数は現在およそ40万人を誇り、車中泊界隈では知らない人はいない有名人だ。現在2台の車で車中泊を行っているが、料理をしたり睡眠をとったりと、車の中で長時間を過ごす車中泊は車内設備が大切なポイント。快適に過ごすための工夫が凝らされている。とりあえず床だけはやっぱし平らじゃないと寝にくいんで、板を敷いて、何でしょう、台所の床に敷くようなフローリング材を上に貼って柔らかくしてます。これは電源を1個積んで、で、車中泊中の電力をこれで賄うような格好でやってます。車内の照明もテレビも全部いけるんで、もうこれが1個あったらだいたい2泊から3泊ぐらいは車内で過ごせるような格好になってます。また車の屋根に取り付けてあるソーラーパネルで充電ができたり、車内で動画の編集作業やテレビ、ゲームなども楽しめる仕様になっている。車を自分好みにカスタマイズして楽しむことも車中泊の魅力の一つだ。この日、お気に入りの河原にやってきたランタイムさん。これから車内で昼食を作るという。これまで焼肉や鍋料理など自身のチャンネルでさまざまな調理を行ってきたが、安全面と換気にさえ気をつければ車内でもいろんな料理が楽しめるという。この日の献立は、今日はね、スーパーに行きましたら、新鮮なね、岡山の牡蠣とサラダがねあったんで、この分を使ってちょっとね、牡蠣尽くしの料理をね作りたいと思います。ランタイムさんはいつもスマホで撮影しながら車中泊の様子を視聴者に伝えている。何粒入れようかな。意外とね大きいですね。1でいいかな。まず一品目のかき飯を炊いて、その間に揚げ物のかきフライに取り掛かる。次にランタイムさんが取り出したのが半額で買ったサラダ。玉ねぎをねちょっとこっちにピックアップしておいて、これはねお味噌汁の方に使います。であとここにね水菜が少し入ってるんで、この水菜はねかき飯の方に使います。具材を細かく仕分けして有効活用するのがランタイムさんのこだわりだ。最後にかき汁を作ってかき尽くしが完成。かきのパック一つとサラダから3品の料理が出来上がった。はい、ということでね、ご飯完成しました。かき飯にかきフライにかき汁ですね。早速ねいただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しいです。牡蠣もねよく煮えてるから美味しいです。時間を気にせず景色を見ながら食事を作って楽しむ、これが車中泊の醍醐味の一つだ。この日ランタイムさんがいると聞いてやってきたのは鳥取県。
雪が降りしきる大山のふもとにある駐車場で車中泊をするという。午後7時半、気温は氷点下7度。駐車場に室内灯のついた1台の車があった。はい、こんばんは。やっぱしね、天気予報とかを見てたら、降るエリアっていうのが限られるんですけども、ここが一番寒くて、で雪も降りそうだったんでこっちに来ました。やっぱし僕雪が大好きなんで、雪中車中泊がしたかったんでこちらの方に来ました。雪中車中泊とは、文字通り雪の中で車中泊をすること。ランタイムさんは主に鳥取県の雪深い地域を狙って雪中車中泊をしていて、 YouTube チャンネルでも人気の動画になっている。この日の夕食は地元のスーパーで仕入れたエビを使ってチャーハンとエビマヨを作った。はい、いただきます。まずはね、エビチャーハンから食べてみましょう。めちゃくちゃ美味しいです。やっぱしね、美味しい料理ときたらお酒が飲みたいんでね、お酒いただきましょう。お酒と一緒に料理を楽しめるのも夜の車中泊の魅力。ちょうどですね、ランタイムさんの定番は日本酒だ。外は氷点下、この日は熱かんでいただくことにした。いただきます。最高ですね。一番いい温め具合です。ちょうどでした。やっぱし一番僕が楽しみしてるのが、目が覚めてこのドアを開けた時にどんな景色が広がってるんだろうっていうことを考えてから、だから夜はもうおとなしく、次朝目が覚めるまでこう何でしょう、窓を開けないようにしていつも楽しんでます。おはようございます。おはようございます。お願いします。あ、今起きられたとこですか？今起きました。よく冷えましたね。外気温5度とか6度とかマイナス5度か。窓ガラスもね、もう凍ってますね。外見てみましょう。どうなってるかな。よいしょ。あんまり積もらなかったですね。向こうすごい景色がいいな。あれ海かな。おお、絶景。あの辺が米子ですね、多分。でさらに向こう側が境港みたいな格好で、これすごい丸見えだ。おお、大山から見える米子市街や境港、空気が澄んでいる寒い時期ならではの絶景だ。場所によっては車中泊をした人でしか味わえない絶景もあるという。大山だけど頂上しか見えませんね。あれ多分大山の頂上でしょう。おお銀世界。岡山市内にいてもいいんですけども、こう雪が降った時しか見えない景色みたいなのがこう旅先で見れるんで、これがやっぱり一番醍醐味ですね。まあ、季節を楽しむっていうことが車中泊でできるんで、やっぱりオールシーズン楽しめるんでね、ぜひやっていただければと思います。